でもこれはいいよ。両手のひら下、ここで針の穴に糸を通す。で、振った後1秒も動かない。それやってみて。はい、はい、逆足を前にして通って、体の前でさばいて、今度はシングルハンドになるからね。シングルハンドになって1,2,3,4、このリズムで投げてワンバウンドスロー。さっきは手を添えたからこっちの方が優しいわけ。今度はシングルハンドで取るから、持ち替えの間に動作が大きくなるから多分こっちの方が難しい。5球中3球で合格。相手が動かないように。バター。はい。誰のボール？そのままグラブトスもあれば、ピッチャーとファーストの連携プレーでボールを取って持ち替えトスもあれば、今日やる二塁ベースのあたりの二塁手とショートの取った後の持ち替えトスもあれば、その5メートルの距離での、ボールタッチの練習です。どういう風にしてほしいかというと、ボールを相手からこう構えてボールを呼ぶ、そこいっていうのは一緒で、ボールを取ったらまずは次に投げる人にボールがあるよと見せる、ね、ボールがあるよと見せたら、このあるよと思うのをこうやってポンと、ね、手だけでやるんじゃなくて相手に近づいて入って手渡すよ、ね、こうやってよくやるのはふいってやるけども、あるいはこうやってふいってやるけども、ね、両方やっちゃうとボールがどこにあるのか分かんないから、グローブとボールは反対の動き、反対の動き、反対、ね、反対の動きをして、必ず相手にいる方に、はい、この一歩手渡す、こんなイメージ。また、これは5メートルのグラブ、持ち替えトスのコツです。あ、じゃあね、3、腕振ってる子がいる、何人？これこの距離で、この距離でこう腕振ったら、相手はさ、構えるだろ。強いボールが来るのかなと思うでしょ。優しいボールを投げるんだから、ここから腕は振らない、余計な動作じゃない。ここからはい、手渡す、ね、で手渡すときに黙って手渡すのと、黙って手渡すのを通すっていうのと、どっちが相手は準備ができる、通すって言えてる人、ね、野球っていうのは相手がどういうボールが来るのかなっていうイメージさせて準備させるのが大きな、ね、なんていうかな、ミスを減らす、コツ。その時に黙ってやるのか、腕振ってトスっていうのか、優しい動作を見せながらトスっていうのか、もう答え明白だよな。必ず喋ること、黙って野球をやらない。また、はい、はい、いや、これはこのまだまだ受け手と投げ手の2人の協力プレーなんで、はい、トース、はい、ね、で成立したらナイスボール、ナイスプレー、そういう声につなげてください。はい、逆回り、ね、行こう。この時はさっきのボールを取ったら腰切り、これと一緒、反対の腰切り、ね、頭を動かさずに両膝を柔らかくして割れを作ったらくるっと回るだけ、くるっ、バター、はい、はい、で強いボール投げる必要ない、遠くに投げる必要ないから、スナップスローで終わり、スナップスローで終わり、ね、このスナップスローで終わると、ここに針と糸があって、こうピュッ、ね、ボールが通るような、ね、バッティングのフィニッシュと同じ、ね、この時にお腹が折れたり、頭が後ろに反れてる子、あるいは手が離れてる子、これがこの距離でも胸に行かない子、ね、しっかりバッティングの両膝柔らかい、そんなイメージだよ。これはピボットスローってことだ、両方ね、はい、行こう。両足構えてボールが来て胸に来るなと思ったら、もうジャンプしてる、ジャンプしてボールを取った時は軸足でキャッチ、1、2、やってごらん。普通はこう前足を踏み込んで1でボール取るけど、そうじゃなくてもう踏み込んどいてジャンプして1、1、2、分かる？そう、ボールを取るときは1、2、後ろの足でボールを取る、逆に回るときは、逆に回るときは1、2、うん、ボールもうジャンプしてボール1、2、分かる？
大丈夫？正面でボールときは1、2、反対に回るときは1、2でボール投げる。1、2のステップ、まあやってみて2、3のリズムで取る。でポイントは踏み込んだこの足のところに後ろの足を入れ替える。踏み込んだこの足のところに後ろの足を踏み替える。そうするとコマがくるっと回って軸がぶれないからね。この前の足に踏み込んだところに、踏み込んだところにね、それをやちょっとそこでやってみて。両回り踏み込んだところに足を入れ替える。大丈夫？大丈夫？ね、常にこの前踏み込んだ。もしボールがそれてこういえば、こういえばここに打ち替える。行くわけよね。また、はいはい、今の 15m のボールがちょっと逸れてるからね。 20m もっと意識して正確にやろう。手を添えてボールを踏み込んで取るのはどっちが持ち替えの動作ね。両手だよな。手を添えた方が持ち替え早いよな。な、持ち替えればすぐスパッとスナップストできるよな。シングルハンドでいくと持ち替えるまで時間がかかるからクロスプレーセーフになりやすいよな。必ず手を添えること。ただし体の外に来たボールに対して手を添える、こうバランスを崩す。体の外に来たボールはシングルハンド、あるいはステップして正面ということ。また体の中に入ってきたボールを手で添え、手を添えないでシングルハンドしてるやつはそのレベルの選手だって評価されてるわけです、ね。今日あの1時